カタールで開催されている U23 アジアカップ、パリゴリンアジア最終予選を兼ねる、の準決勝が現地4月29日に行われ、インドネシアとウズベキスタンが対戦している。立ち上がりにペースをつかんだのはウズベキスタン。ポゼッションで上回り、自分たちのリズムでボールを動かしながら、緩急をつけたアタックを繰り出す。守勢に回るインドネシアは、 ペースを不用意に開けないポジショニングで対抗。自陣ゴール前ではココがより厳しい守備を見せる。30分には、ウズベキスタンのボリエフが強烈なミドルを放つ。これは惜しくもクロスバーに弾かれて得点には至らず。なかなかシュートにまで持ち込めないインドネシアは、アーハンのロングスローに活路を見出すも、思うようにゴールチャンスには繋げられない。 主導権を握り、何度も相手ゴールに迫ったウズベキスタンだが、結局、前半は相手の権陣を崩しきれず、試合はスコアレスで折り返した。アジア勢に与えられたパリゴリンの出場枠は、3.5。今大会で上位3カ国に入るか、3位決定戦で敗れた場合は、大陸間プレイオフでギニアと対戦。準決勝で勝利したチームは、 その時点でパリへの切符を手に入れることができる。厚生黒丸サッカーダイジェストウェブ編集部。